プロイセン王国の紋章プロイセン統治者の一覧では、かつてのドイツ諸国の一つであったプロイセンの統治者を列挙する。プロイセンの本来の領域はバルト海沿岸に存在し、ドイツ騎士団がプルーセン、ポーランド、リトアニア一帯を制圧したものであった。この領域は、ポーランド・リトアニア共和国の創始下でのプロシア綱領その支配から脱出したプロイセン公国。 そしてプロイセン王国となった。ドイツ帝国成立とともに構成国となり、帝政崩壊後はプロイセン州となった。プロイセンの支配者は1618年から1806年まで同時にブランデンブルク選定校を兼ねていたことから、1618年以降のプロイセンの歴史はブランデンブルク辺境白とは密接な関係にある。ドイツ帝国の崩壊後、プロイセンは バイマル共和国内の州区にプロイセン州となった。プロイセン州はドイツ国全土の3分の2を占め大きな自治権を持っていた。1932年にドイツ首相フランツ・フォン・パーペンはプロイセンクーデターを起こしプロイセン州政府を罷免した。パーペンは国家弁務官に就任し州を中央政府の統治下に置いた。1933年1月30日に 国家社会主義ドイツ労働者等が権力を掌握すると国家弁務官の職は一時廃されパーペンが首相となった。しかし2月6日には再び国家弁務官職が設置され州内省となったヘルマン・ゲーリングによって実質的に支配されるようになった。4月11日にはゲーリングが州首相となったが次第に州の自治権は消滅したため 単なる称号の一つに過ぎなくなった。1945年にナチスドイツが敗北すると、プロイセン州は他の地域と共に分割、再編され、プロイセンは公的には1947年に消滅した。本来のプロイセンにあたる東プロイセンは、ポーランドとソビエト連邦の間で分割された。ありがとうございます。